自民党の堀井学衆議院議員が秘書らを通じて選挙区内の有権者に対し自分名義の香典を渡していた疑いで東京地検特捜部が強制捜査に乗り出しました。今東京特捜捜部が家宅捜索に入ったのは 上別市や東京の堀井議員の事務所などです。関係者によりますと、堀井議員は2022年頃、選挙区内の複数の有権者に対し、自分の名前が書かれた公伝を秘書らに持参させていた疑いが持たれています。公職選挙法では、政治家本人が葬儀に参列した場合を除き、選挙区内で公伝を渡すことを禁止しています。